回練習したでしょ。頑張りました。ね、僕らがコント作って練習したコントを最後見せようじゃないですか。おね、見せましょう。自信いっぱいあるよ。あるあります。面白いぞ。キングオブコント出るぞ。出るぞ。私たち、コメディ教えてほしい。あ、お笑いをね。ベビーカーは赤ちゃんが運転してる車ではないじゃん。はい、冗談か、本当ね。基本的には広島の人はこれで食べるんですよ。どうぞ。これをグーに握ってもらう。僕広島来て1週間なんで。なんだよ。はい、お待たせしました。おいしいお好み焼きですよ。だって安藤って呼んでください。でも焼けんの。あ、腕は確かなんで。いやー、初めて広島来たな。楽しみだな。せっかく広島来たからには広島風お好み焼きを食べたいな。あ、この店入ってみよう。ウィーン。はい、いらっしゃいませ。あー、どうも。はい、いらっしゃいませ。あー、これ広島今日初めてなんですよ。あ、そうなんですか。せっかくだからね、広島風お好み焼きを食べたいと思った。広島風お好み焼きとか言うと怒るんですってね、広島の方はね。お好み焼きでって言わないと。あ、ね、そうなんですか。はい。へえ、うん、こうやってね、鉄板で焼いてくれるんすね。あ、そうみたいですね、なんか広島って。あ、はい、まあ、うまいよ。あ、じゃあ、お好み焼きもらいます。一番普通のやつ。お好み焼きで、うん、じゃあ、まあ、これとかでいいですか。これで、はい、はい、わかりました。少々お待ちください。はい、渡しました。よいしょ、はい、じゃあ、まあ、ご自分で。すいません。いやいや、すいません。ちょ、はい。え、店員さんが焼いてくれるんじゃないの、広島風って。僕作れないですよ。え、なんで。何。あ、僕広島来てまだ3日なんですよ。広島の人じゃないの。あ、僕渋谷生まれです。ふざけんなよ。東京から来て。冗談じゃねえよ、はい、逆状況。俺東京から今日広島来て、そういう本場で食いたいんだから。マジですか。え、ちょっとこの店はあんたしかいないの。いや、いますけど。ちょっとちゃんと焼ける人いないの。あ、はい、あ、わかります。呼びますか。安藤さんって人がいるんですけど。安藤さんって人呼んで。安藤さんですか、うん、焼いてもらいたいから。安藤さん上手ですよ。安藤さんね。安藤さん、安藤さん。本場の広島のがいいんだから。はい、安藤です。一枚でよろしいですか。なんか焼いてほしいらしいんで。ああ、わかりました。おい、おい、はい、はい。べちゃくそ外人じゃねえよ。いや、でも安藤さんですよね。はい、安藤龍です。ほら、安藤龍じゃねえかよ。え、安藤龍じゃねえ。あ、なんで苗字みたいに安藤と龍分けちゃうんだよ。すいません、僕安藤さんだとずっと思ってて。安藤龍だったんですか。うん、安藤龍。え、日本人じゃないんですか。お前は何なんだ。初めて知った。お前は何なんだ、バカなのか。まあ、立ち回りをこの巻き作ろうか。いや、言葉だけ立派だな。よいしょ、いい、オッケー。焼けんのね。うん、焼けるよ。あ、じゃあ、焼けるは、あ、すごいな。あ、いいじゃない、いいじゃない。はい、キャベツ入れて。あ、もう、うわ、うまそう。ちょっとみんな、ね、はい、勉強します。こうやって目でも楽しめるんだね。うん、そうみたいです。これはまあまあまあ、ちょっとびっくりしたけど、いいわ、ちゃんと焼けるわ。いいでしょ。はいはいはい。上手、ね、このヘラ使いがすごいんだよな。あら、上手上手。はい。お、うん、ちょい。おー、そうっすね、やっぱり。アンドリュー。アンドリューだよ、それ。よしよしよし。あ、まあ、どうぞ。うん。ちゃんとやんだな、結構な。さすが、ディティールが細かいですね。早くできないかな。はい、おい、もうちょっとでできるようにです。できた。はい、大変お待たせしました。いいね。やっぱかっこいいですね、こうやって目の前で焼いてもらうとね。ありがとうございます。はい。はい、これ箸ないの。箸で、箸。箸で。こうし。お好み焼きは違いますよ。え、何言ってん、我何しようの、もう。これ、ほら、ヘラで食べるんだ。ヘラでって知らないもん、そんなこと。はよ、いいや、箸。ヘラで。食わせろよ。ヘラで食べんざいや。
ぶち切れるけ、その態度は。もう日本で外国人のカーってなる感じ出てるぞ。神様って言ってるけど、お客さんのちょっとすぐ怖いわ。ちょっと落ち着いてください。冗談じゃない。ザラーダメです。なんだこれ、もうちょっとダメだ。もう店長呼べ、店長。冗談じゃない。店長、店長これよ、客だぞ。店長くれるよ。店長どうにかしてください。店長呼べ。おい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 、 Welcome to my restaurant、 デビト店長です。どういう店だこれ。どうもありがとうございました。イエーイ、来た来た来た。頑張ったネタがやっと完成した。これがコントだ。日本の漫才目指すぞ。いやでも、うん、すごい楽しかった。なんか結構ドキドキした。よかったよ。これが日本のお笑いですね、うん、いやまあまあ私たちね、日本のお笑いを学んで、広島いろいろね、そう学んで勉強になって、勉強なんで今日一番思い出になってるところをちょっと言ってもらいたいんですね。これはもう間違いなくデビット 100%。 おー、はい、デビットの明。デビット 100% からのなんか風でバーッと飛んでこうやって取りに行ったアンドリューの哀愁シーン。まあ必死だったね。一生忘れないと思う、まあ、僕はデビット池崎、結構好きでしたね。頑張って。空前絶後とか言わないですね。いやっていうね。俺顔でかい、いやって言ったの。忘れられないです、あれが。いや、また遊びに来てくださいね。また来る。はい、ということ今日皆さん楽しんでてつかすか。楽しんでてつか。最後失敗してるよ。広島弁講座を始めようか。愛しい、標準語ではリラックスができない状態、英語では uncomfortable。 もう一回言いましょう。ほら、愛しいだろ。愛しいか。愛しいだろ。愛しいだろ。愛しいよ。愛しいだろ。